綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、皆さんこんにちは。今日は土曜日の今お昼なんやけど、今はねこんな感じで勉強してます。昨日も夜の3時まで勉強してて、あのね、語学学校だけやったら喋れるようになんないです。わかったけど、もう私の友達とかにもは、もう語学学校行ってもほんまに自分で勉強したら絶対喋られへんしみたいな感じで言われとって、もう行かんでもいいよみたいな感じのぐらいまで言われとってんけど、まあ一回行ってみてあかんかったらやめようみたいな感じを思って行ったんやけど、確かにちょっとね、私の語学学校のレベルもレベル5まであって、私は2なんですよね。だからなんていう、低いんよ。だからさ、周りの人たちもうちぐらい喋られへんくて、でしかももう訛りがすごすぎて何言うとか全然わかんないですよね。私も全然知識がないからってことで、であこのままやったら絶対喋れるようにならないわって思ったんで、自分で勉強しやなやばいと思って勉強してます。試合ないから勉強する時間取れるんでよかったですって感じで、私が英語を喋れるようになる道のりは長い。なんか難しいのが、なんか過去形、例えばさ I played みたいな、まあ、過去じゃないですか、と I was playing の使い分けが分かんないんですよ。分かります、言いたいこと。なんかでもそれを友達に聞いたら、例えば I played golf yesterday とかやったら、まあ、昨日ゴルフしたっていう、その一定の時間しか表されへんみたいな感じで言っとって、で I was playing を使ったら、例えばなんかその時に、例えば誰々と回ったとか、誰かが入っ自分のグループに入ってきたとか、そういう説明、こうある一定の期間の話をできるみたいな感じ言われて、え、むずないですか、めっちゃ難しいやんっていうので、とかしかも結構使うんですよ。だから難しいなと思って、まあ、頑張ります。また教えてください。では今からまた勉強します。はい、今日は5月15日の日曜日なんですけど、来週からフロリダでトーナメントがあるんで、サンディエゴから、フロリダオーランドに、飛行機で行きます。でね、直通もねあったんやけどね、すごい高すぎて、なんか直通15万ぐらいやってんけど。やばいよな、往復で。フェニックスのワンストップのやつで荷物代入れて900ドルぐらいでした。片道9万円。え、マジで韓国とか行けますよね、多分日本からって感じで、結構時間かかるかな、8時間ぐらいかな、全部トータル入れて。で、今日はオーランド行って、もう着いたら向こうの10時過ぎなんで、で友達と今回もシェアするので友達と合流して家行ってって感じかな、っていう感じで行ってきます。ちょっと飛行機に8時間、ちょっとすごい憂鬱で全然元気ないんですけど、とりあえず行ってきます。
今週は4人の選手と部屋をシェアします。もう起きたばっかりなんでちょっと声があれなんですけど、私ね、女の子と一緒の部屋なんでちょっとまだ寝てるんで静かに喋ってるんですけど、なんか最初ホストハウジングを申し込んでたけどいっぱいで入れなくて、急遽なんかそのエアビー取らなあかんってなって空いてなくて、その違う選手とじゃあ一緒にシェアしようかってことでシェアするんですけど、最初ね部屋がね3つしかなくて、この部屋を友達と一緒にシェアってなったんですけど、狭すぎってなって友達が、ちょっと写真貼っとくんですけど、ダブルベッドの部屋を2人で一緒に寝てるんで、ちょっと動画まだ寝てるからその子撮れなくてでって感じです。昨日のねフロリダ時間の12時ぐらいにエアビーついて2時半に寝てって感じで、めっちゃ眠いですけど今7時で起きました。今日練習かラウンドしてって感じの予定です。バイバイ。はい、今はラウンドしてるんですけど、火水木がほんまに公式の練習ラウンドやってんけど、なんか水曜と木曜が組数が25組しかなくて、予約したん別に30分ぐらい、予約開始から30分ぐらいで予約したけど、もうほんますぐ前になっとって、明日火曜しか練習できないんで、練習っていうか練習ラウンドできないんで、でフロリダは結構なんかその難しいんでってことで、日曜日昨日にゴルフ場練習できるか電話したら出んくて、だると思って今日の朝に電話しましたら、待っていいよみたいな感じで言われたんで、今はね3時で9ホール終わってんけど回ってます。でコース的にはまだ9ホールしか回ってないけど、なんかめっちゃ狭いです。狭くてめっちゃグリーン小さい。なんかなんか前 QT やった時と似たような感じですね。フロリダのコースって感じで回ってまーす。ちょっとトラブルがいっぱいあってね、なんかね家で喋れるかわかんないんで今喋るんですけど、なんか今回4人の女の子とシェアするみたいに言っとったけど、その子が、なんかね、ちょっとなんか私はあんまわかんないんですけど、お金でちょっと揉めて。でもう家出るみたいななって、うちとその友達が、でなんか違うキャディーさんの家に泊めてもらってますって感じで、すごい今日すごいバタバタで、とりあえず今日は帰ってそこのホストマザーがご飯作ってくれるっていうんで、それを楽しみに頑張ります。まだ今日何ももうバタバタしすぎて今日何も食べてないんですよ。昨日の夜中の12時にハンバーガーとクッキー食べただけって感じ。すごいもうお腹も空いたんで頑張ります。じゃあね。今日は練習日で今10時ぐらいやねんけど、あんまり人がいません。で昼過ぎぐらいまで練習して、ちょっとフロリダ暑すぎて体力がやばいんでお昼は休憩します。今日は練習の日なんですけど、木曜日で朝ごはんです。ね、ベーグルにアーモンドバターと蜂蜜とヨーグルトです。ちょっとフロリダ暑いんでしっかり食べて頑張ります。ではとオーツミルクとにコーヒーを入れます。あ、できてるかな。しばしお待ちを。
美味しそうね。え、あふれそうなんやけど。はい、今日のお昼です。これを食べて練習に行きます。お寿司、うちこういうお寿司めっちゃ好きなんで、これを食べて練習に行きます。バイバイ。